ンビットハート。この世界の誰も消させはしない。いやあ、せつなけいすけだよ。前回のパートノーマルエンドを見てもらいましたが、今回はね、トゥルーエンドの方を見たいと思います。作者さんがね、ゲームのファイルの中に残してくださったヒントとしてね、あのエンディングの分岐の条件がね、フレンド数らしいんですよ。要はフレンドが多いほどいいエンディングになるみたいな。そこで、あの前回のパートナーと頑張ってフレンドの方をこちら25人まで増やしました。これならいけるだろう、何かエンディング変わるだろうと思って進んでいきたいと思います。この先が管理室ですね。ミサイちゃんが、前回のパートでなかったミサイちゃんの会話が入ってきたな。ミサイちゃん、まずは私に謝らせてください。私は多くのことを隠していました。たとえそのことで七瀬さんから嫌われてしまっても、信用されなくなっても七瀬さんを助けたい一心でした。だとしたら俺も謝らせて。俺ミサイちゃんの胸見ておっぱいちっせえなって思ってたし。どうして？一番恐れていたのはあなたが自分が世界から消えてしまうことを選んでしまうんじゃないかと。それが何よりも怖かったんです。それバリバリノーマルエンドの時のやつじゃん。前回のパートの終わり方じゃん、お前。いや、どうしてそこまで俺を試してくれるのかなって。それは前にも言った通りです。口に出すの結構恥ずかしいんですよそうだろうな、好きなんだもんな。もう言っちゃうけど好きなんだもんな。お主、目の前の男のことが好きなんだもんな。それでもそのことでミサイちゃんを縛ってしまうなら、不幸にしてしまうのなら、俺はそれが辛いんだよ。俺は人の不幸福や不幸にも過度に干渉したくない。俺のせいでその人に迷惑がかかるのは耐えられないんだよ。俺なんていつ消えたっていい。みんなが言う通りゴミクズだ。不幸だって何とも思わないし構わないんだ。だからどうして俺なんかにそんなに優しくしないで。言いたいことはそれだけですか？俺の名前なんかないよ。俺という中身もない。俺は台の抜けて落ちたパズルのピースでもハマれるようになりたいんだ。形のないピースなんてないんです。あなたにだってあなたがあるんです。両者の思いが激突しております。分かってるんだ。ずっと一緒にいるほどみんな俺に対して最初とは違うある一つの感情を抱いていく。それでいいんだ、正解だよ。何が間違ってるのか俺には分からない。きっとそんな俺自身が間違ってるんだと思う。何億とある中のたった一つぼっちだし、俺の存在なんてあってもなくてもいいものでしょ。でもな、七瀬くん、そのたった一つぼっちがさ、何億と集まってこの世界ができてるんだよ。七瀬くん、終わりですか、ミサイちゃん。多分ここミサイちゃん珍しく声荒げたんだと思う。なんだ、私、前にあなたに言いました。あなたが好きです。だから、あなたの不幸も幸福も分けてほしい。それは、私にとって迷惑でも何でもありません。わ、ミサイちゃん。そうだよ。愛っていうのはそういうもんだよ。相手の不幸も幸福も平等に等分しようと、そういうのが、愛というものなんだよ。たださ、一つだけ言わせて、ミサイちゃん。抱きついた時のところボフーって、なんか爆弾が、小さめの爆弾が近くで爆発したような音したよ、お前あなたはゴミクズなんかじゃない。誰かがまるでプログラムのようだとも言いましたが違います。七瀬さんは不器用で少しバカで空回りしやすくてちょっとだけ臆病で優しすぎるだけです。この優しすぎるだけですのいいところ、言い方はもうそこだけはちょっと優しい。ミサイちゃんも優しい、君は。ダメ、ダメだよこれ。俺知らないもん。俺さ、こういう時ってどうすればいいかわからないよ。これは何？笑えばいいと思うよ。それが心です。あなた自身のものです。あなたは七瀬なんかじゃない。七瀬ヨシさんです。
私が大好きな七瀬よしさんです。やばい、すごい告白、すごい告白、胸に飛び込む、私が大好きな七瀬よしさんです。あなたはもっともっともっとあなたを出していいんです。笑ってもいいの？はい。怒ってもいいの？はい。じゃあ泣いてもいいかな？はい。彼女の抱擁は温かかった。うわあ！俺のことなんか考えないでよ。気にしないで。構わないで。見ないで。認識しないで。俺にとってそれが一番幸せなんだよ。ナシ君、初めて泣いた。私はあなたのことを考えたいんです。考えてしまうんです。気にしてしまうし、かまってしまう、勝手に意識してしまう。でも私にとってはそれが幸せなんですよ。多分ミサイちゃんのスマホの待ち受け画面はナシ君だよ。なんか変だね。ええ、そうですね。私も変なんです。だからおかしいのは私も一緒です。おお、顔赤いけど普通に恥ずかしくて。いや、俺もちょっと恥ずかしいよ。ちょっとじゃないわ、お前。ぶっちゃけ見てるこっちの方が恥ずかしくなってくるような、すごい、でも温かい、でも温かい二人だ。行きましょうか。うん。これさ、未来のナシ君見てたらどう思う？ちょっと、わ、お前ら恥ずかしいことやってんな、みたいな感じで思うだろうか。で、ここでようやく未来のナナシ君のところ来るんだ。いや、過去の僕とミサイちゃん来てくれたんだね。前回と違う展開でお互いの愛を温め合ってきたからな。さて、そうだな。じゃあ少し過去の話付き合ってもらおうかな。ああ、過去とは言っても君にとっては未来の話だ。僕の性格から過去の僕が未来に希望を持っているとも思えないけど、聞きたくなければ身を塞いでくれ。持ってるんだよ、もう。ミサエちゃんという名の未来の希望を持ってるんだよ、ナナシ君は。今のナナシ君は。管理プログラムについて。僕はプログラマーとして働いていたんだけど、未来で、あ、これ、この辺、この辺の丸と一緒なんじゃ。未来のナナシ君はまだ変化がないと思ったんやな。じゃあちょっと、この辺は、ちょっと飛ばして、飛ばして、この辺も飛ばして、答えを聞かせてもらえるかな。ここだよ。さっきミサイちゃんと触れ合って考え方が変わったと思う。未来はどうする？俺は何もしない。驚いたな。僕が一番予測していなかった返答だ。そうだろうな。うん。でもその意思の統一っていうのはやめてもらいたいな。それはどうして？人はみんな違う心を持っているから争い、すれ違うし傷つける。個々の心なんてとてもちっぽけだと思う。うん。でも俺はミサレちゃんと一緒にこの町の人と触れ合って少しだけ分かったんだ。みんな違うからこんなにも世界は面白いんだって。そうだ。未来の俺が言った通り、完璧な人間なんかいないんだ。人は誰でもどこか必ず欠けてしまっている。その欠けた部分も人それぞれだと思う。だからこそ他の人とその欠けた部分を補い合える。一人では小さくても多くの人。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。いい話の途中なのに。ちっぽけが集まって築き上げるものがこんなにもすごいんだって。それは時には間違ったものを築き上げてしまうかもしれない。でも部屋にこもったままだったら知らなかった世界だったよ。過去の僕がそこまで心変わりした理由って何かな。俺のそばにいるこの女、それは
多分俺に足りなかったものを少しだけ理解することができたからだと思う。そうそう、ミサイちゃんのおかげで。そうか、わからないけど、わかったよ。お、そのボタンは5億年ボタンじゃないだろうな。押したら5億年が始まって、それが終わった頃に100万円くれるやつじゃないだろうな。管理プログラム、ハッキング用のデータ、およびプログラムの処理、それを今すべて削除している。お、じゃあ過去の僕がそう決めたのなら、それが僕の未来だ。いいんですか？軽いな。いいんですか、あの言い方軽いな。お前、僕だって名なしだ。詳しく聞かなくたって一瞬で全てを知ることができる。僕は僕自身のことは一番理解できないけれど、過去とはいえ変わった僕を確かめた。その上で今の判断を下したんだ。ほう、そうだな。完全に削除されるまでにも少し時間がかかるからね。せっかくだし景色でも見ていく。景色、おお。この町はこんなに綺麗だったんだなって感じ。8年でも未来とは結構変わるものですね。そうなんじゃ。そりゃね、人の向上心っていうのはすごいものだね。俺は話についていけないけど気になるな。なんなんだろうな、そこら辺でアンドロイドとか歩き回ってんのかな。アイラちゃんみたいなやつが歩き回ってんのかな。時間なんてあっという間だよ。そんなに生き急ぐ必要だってない。ほらな、経った後に、数年経った後にさ、その数年が結構あっという間に感じることなんでようあるもんな、年取ったらなおさら。そうだな、ここからはよく世界が見える。僕は僕以外の世界に存在するもの全てのものが好きだけど、今の七瀬ヨシならどう思ってるのかな。あれ、わかんないとか言う、ローラみたいなこと言うなよお前。うん、俺も世界に存在する全てのものが好きだよ。この街も街の人も友達もミサネちゃんも。そう、好きな人の中に自分は？それにね、俺は俺自身のこともちょっとだけ好きだよ。よし、よくやった。というわけでワンビッドハート、これは自分以外のことが大好きで、自分が嫌いな少年が女の子と出会ってぬくぬくと周りに触れていって、少しだけ自分に自信を持てた、そんな物語。できるところ自分が輝けるかどうか、自分の価値を決めるのは最終的には自分かもしれませんが、それにしたって足を後押ししてくれるような人がいるってことですね。皆さん、何いいことで終わらそうとしてるんだろうなって感じですよ。でもね、そんな感じですよね、うん、あとさ、なんかすごいエンディングがすごいおしゃれな感じで終わっております。エンディングの曲名がワンビートハートなんで、これワンビットハート by こう書いてミワシーバって読む。ありがとうございます。アリスメアライートの頃からお世話になっております。そういうわけで、あれは生き専用タイムマシンで、帰るためにはまた組み直さなきゃいけないんだ。どうしたどうした、おい、あ、 Z キーのつもりで押したんがアルツキーだったわ。止まった、ちょっと止まった、ごめんなさい。あ、いけたわ。というよりもよくついてこれたね。
時空の歪みに飲み込まれて自分自身の存在が消えるかもしれなかったのに。それはミサイちゃんが俺のことを痛い。なら、それまでは私もここでゆっくりするとします。ミサレちゃん、愛という名の暴力ですね。好きだからって言わせたくないんだよ。自分の口から言わせてくださいみたいな感じのこの感じで思ったんだろうが。うん、ありがとうございます。うんだけかい。全部読むんかなと思ったら、うんだけかい、お前。うん。息を帰りにする程度だから、そんなに時間もかからないはずだよ。今度は丁寧に、確実に帰れるように組むから。それより前の見た目に戻しちゃったんだね。こっちではこの姿で味方として生活してたし、ナーシカ二人ってのもややこしいだろう。まあそうだね。じゃあ俺はまた未知の出会いを求めようかな。自分から行くようになったんですね。おお、積極的になったんよ。何がミサ、あの、何がナーシカを変えたと思う？君だよ。うん、いろいろ考えていいなって思えて、まだまだ俺はちっぽけだから。そうか、なんだか不思議な気分だな。僕も応援してるよ。さて、作業に入ろうかな。搭乗機はもう必要ありませんね。ああ、一応不安だからそのまま。何なの？自分のことを把握してくれる女の子が好きなの？好きな女の子に自分のことを把握してもらいたいの？ならしくマゾだな。わかりました。よし、頑張る。浮いてる。お主浮いてるで。お主浮いてるで今。どうも、ナラシさん。忍者スレイヤーですみたいな感じでこれ言うな、お前。忍者スレイヤーの挨拶みたいになったんだ、お前。え？ああ、え？ミサイちゃんもなんか攻略対象みたいな感じになってるやん。クールドジという萌え属性も兼ね備えているよ。ドジっ子なやつところなかったと思うけどな。ただクールなだけだったと思うけど。猫。まあ猫スキップそうではあった。あれ？どうだね。ここで過去の名前さんにあれこれできるのもあと少しなんですね。やめろお前、あれこれってお前。俺が見たらなんかいやらしい意味に聞こえてくる。どうした？ミサイちゃんの愛しくに対して何をしようとしてるんだお前は。言ってみろ。多分言ったらここ動画がR18になるだろうかな。どうする？味方お兄さん。この女、俺に何かをしようとしてるんだ。いや、味方お兄さんとも友達になれないかなって。無理かな。やめて。そんなすっぱり言うのやめてくれませんか、味方お兄さん。傷つきますんで。速度！僕が僕自身に一番厳しいということは、過去の僕だって知っているだろう。じゃあなければ、こんなどなずに、人に、ね、え、飲み物として温かい心なんて出さないさ。あ、あれ天然とかじゃなくて嫌がらせだったんだ。嫌がらせなの。いいやん、夏でも熱いコーヒー飲みたい人だっているやん。いいやん。そうだな、過去の僕がもう少し人という心を知った時、その時は話をしてもいいよ。なんだそれ。今の七瀬くん、人という心を知ってないような、もう冷徹な人間だと思われてる。冷徹ではないわ、お前。分かった、友達いっぱい作ったらまた話しかけるね。ほう、そこまで言うなら作ってやるもん、友達。オンラインで